り返したボール、おーっと、ボールファウルない。そして新井翔太出ています。長谷川がループで狙う、このボールはワンパン、シャウター、決まった、山原直接決めてみせました。中島、平岡、キム・ジョンミンが横からそれを見て魔性、あ、いいとこだ、中に名倉がいて、名倉がシュート、ミドルシュート、テクニックも感じる気迫こもったミドルシュート、仙台勝ち越し。狙ったっすかね。今シーズン4点目ところの位置、まあ、これも完璧でしたよね、はい、まあ、しっかり中を見ながらゴールも見ながら、まあ、難しいプレーだったというか、まあ、キーパーにとっては予測できないプレーになりましたし、まあ、名倉選手のところがシュートであれば本当に素晴らしいシュートだと思いますし、まあ、時間帯としても入ってすぐ、さあゲーム終盤どうだ、ニアに速いボール、ちょっとコントロールが大きいか、いや、マイボールにします。折り返したボール、おーっと、決まった、89分ビファーデン長崎、佐々木優也、今シーズン初ゴール。まあ、これはこればっかりは、ね、はい、本人に聞いてみないとわからないですけど、まあ、僕の経験とこの彼の蹴り方を見るとクロスのようには見えます。ファーサイドで9番の上中がちょっとこう膨らんでいったんですね、はいはい、それも見えてたと思います、佐々木は、はい、はい、チアゴ・デ・レオンのところファウルない。そして新井翔太出ています。長谷川がループで狙う、このボールはワンパン、長谷川今シーズン3点目、久しぶりの得点は相手の動きをよく見て無人のゴールへバウンドさせて放り込んでいきました。ね、長谷川もね、これもここでチラッと見て、はい、まあ、あとはこの高さね、高すぎるとやっぱりゴールをね、超えてしまう可能性もあるので難しかったと思うんですけどもね、どこでバウンドさせるかって結構考えるでしょうね、うん、はい、簡単じゃないと思いますよ、はい、このシュートもね、船木の丁寧な対応、パトリッキ、いや、これ早いですね、スピードを生かす、ダワンが必死に追いすがる、パトリッキ溜めてシュート、ねじ込みました、桜のスピードスターパトリッキ、89分に逆転ゴール。いや、ここですね、ここで船木が守備をして前につけたところからですよね、はい、まあ、少し我慢は前から行ったんですけれども、ここうまく外されてこのセンターのレーンで運びながら、まあ、シュートブロックいけなかった分、最後のところは狙いすましてシュート打てたんですけれども、やっぱそれにしてもこれ精度の高いシュートでしたね。ですね。ポストに当たって入ってますから、やっぱここはね、なかなか東口でも届かなかったですね。ポゼッション重視の攻撃的なスタイル、そんなJ リカルド監督の印象を話していたホナウド。決まった、山原直接決めてみせました、1点返しました清水。いや、ホナウドが蹴ると見せかけて山原、素晴らしいゴールだと思いますね、完全ブレてますから、もう右にボール行ったのかなと思って、西川も右に動いてるんですよね、はい、でもボールは左に行ってるんですよ、しかも落ちていると、我々もここからで見てちょっとボール超えたかなと思いましたけど。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notifications